がとう。ありがとう。何を取るんですか今。あれですね、何を取ってるかっていうと、そのホームレスさんの可愛いホームレスさんを紹介するっていうコーナーなんですけど、それで人気が出るとアクティブが増えて、見てる人がお金をくれるんですよ。だから僕も実質ホームレスみたいなもんなんですよ。ええ、名古屋の可愛い愉快なホームレスさんを紹介するっていう、こんな感じでコメントがこう見えますね。これで会話してるんですね。今リアルタイムで見てる人がいて、可愛いホームレスさんがいると見てる人が、だけど今はその携帯だけど、要は昔はあれだもんね、カメラマンがいいとこ撮って売るっていうような状態だね。そうですね、ように撮るね。これ動画になるけどね。そうですね、カメラはそのまま映らんけど、その久保山っていう男を追いかけて、もう名古屋に来て1週間ぐらいなんですけど、なかなか会えなくて、もういいかなと思って、久保山変わりもよくありますよ。ねえ、まあ大須にはあれが変わりも、変わりますね。あの方はマントなんかつけてね歩いてるから、歌舞伎者だよね。変わってるわ。で、今から喋ることは内緒にしといてほしいんですけど、久保山さんを追いかけてるんですね。久保山さんを、その朝原を、なんで社長がその朝原にこうなりきって、布団をこうマントにして歩いてほしいんですよね、台本で。いけます？俺に？はい。できないです。そう、見つかんないんで、もう諦めてもう社長にお願いしようかな。それは嘘の映像はいかん。ダメですか？やらせで。もうすぐおるからね、よく探してごらん。根気を探さな。ダメですか？根気をやってる。もういいかなと思って。いないですもんね。どこにいるんだろう。動画にね、面白いもの撮るってね。そうなんですよ。面白い動画を撮らないとこう仕事にならんですわ。だもんで探してるんですけど、社長ここ禁煙ですか？つっても大丈夫ですか？大丈夫ですよ。なんでホームレスさんスマホ持ってるんですか？携帯。いや、みんな持ってますよ今。持ってるんです。ああいうホームレスは。ここにあるあれですよ。住所がない方は住所があるときにスマートフォンを契約してお金を払って使ってるってことですか？そうそう、住所はあるもん。住所あるんですか？前の住所。どうかな、それは分からんけど。ここでもあれだもん。ホームレスでもね、今ね、あれなんですよ。住所を作ってくれるとこがある。あ、そうなんですか。今年金で入るじゃない、この前7万みんなに買った。あれが住所なかったら入らんの。ああ、そうです。だけどちょっと入ったんですか？住所を作ってくれるとか。で、郵便物とかそういうとこ、そこへ入る。社長住所あるんですか？僕もあります。あるんだ。じゃあお金入ったんですか？お金入らん。入んなかった。人のところのうちの住所借りたもんで、あれはね、一家族に7枚しか来んだよね。で、その家族の中に入って住所借りるとダメだそうです。ああ、そうなんですね。そういうからくりなんですね。一家族になっちゃう。10万ぐらいもらえるんでしたっけ？7万で7万です。その前に3万が出た。で、合計10万だよ。社長今おいくつなんですか？僕1人目やつ。45。ねえ、もっともっと50。もっともっと。55。もっともっと。それこそあれじゃない？俺の年でこれは YouTube の顔出るんじゃない？出ますね。73。73？お若いっすね。73？あららららら。ね、それはどうしてそういうふうに若くなるか言うと。なんでなんですか。酒、タバコやらない。うん。女もやらない。女も。で健康に注意する。そうするとこういうふうになる。すごいね。もともと僕は東洋医学やった。東洋医学。針灸師だもん。免許持ってますよ。マジっす？うん。だけど借り取ったとか追い出されたりこうなって。でゆくゆくはもうどっか借りて、ギャンブルもやんないですか。ギャンブルもやんない。ギャンブルはやります。やるんです。競輪はやる。競輪、競馬は昔やったけどね、競輪の方がいいですね。あ、競輪の方がいいですか。あれ名古屋で競輪場ありましたよね。名古屋競輪ね、行ってたんですか。行きました。たまに行くんですか、今でも。だけどもう3月のね、暮れからあれですね、もうあれ4月の30日まで閉店、なんか工事します。どこ名古屋競輪場内が工事。へえ。だからやっとらん。閉鎖。あら、何やるんですか。一時休み。何やるんですか。じゃあ休みの日は何やるの。ボート僕やらない。もう休みの日は競馬、あれもやらない。やらないですよね。競輪はやらない。競輪場行きはやりますよ。ああ、どんぐらいかけるんですか。一レースの。一レース。多い時は1万円。1万円。少ないと100円200円。トータルでは勝ってるんですか。トータルでは勝ってるんですか。トータルでは勝っとるか。勝ってる。家が建つぐらい。家が建つぐらい。いや、そんなに建つ。自分の使った小遣い。パチンコは。やらない。目の前にあるのに。キング観光さんあるのに目の前に。やらない。一切やらない。あれは八百長です。八百長です。客見ていくらでもそうだって。そうなんですね。競輪は違う、読みですか。読み。競馬もね。パチンコは一人一人操作。機械。遠隔。やらない。出ないときはケツの毛まで抜かれる。ああ。やめたほうがいいです。僕もやめます。はい。針灸師。針使える。針を使えるんですよ。針灸師。そうです。針灸の学校出て、今度は笹島ロード。なんすかそれ。なんすか。島ロードってあれだからね、雇いだから。雇い。毎日車ってあれだからね、人連れてくやつだ。ああ、西成であるやつだ、よく。そう。はい。雇い労働者。それやってんですか。バブルの前はね。今は。30年間やった。ええ。で、いろんな体のこと知った。ああ。人間はどうして足が悪くなるか、腰が痛なるか。そういうことは分かった。僕は腰は痛ない。痛くないですか。もう分かった。ピンピンしてる。だって健康です。体も健康。すごいな。風邪もひかない。コロナにもならない。ならない。男に二言は？男に二言は？ないですね。二言はないですね。ないですか。ないですね。コロナでもビタミン C 取ったらならないんですよ。それを武田薬品は教えないですよ。あれ武田が作ったねって言ってみる。一切テレビで言わない。コロナの防止にビタミン C を使うと効果あるって言わない。何でだ。それは政府のたんぼらに。してみますか、そういう YouTube でそういうこと言わない。今回のコロナでもみんな免疫療法をそういう時だ。でアメリカの結局あれだからね、免疫物質をファイザーとかいうからが武田薬品が仕入れて。武田薬品が仕入れて。世界、名古屋、日本にばらまいたわけでしょ。なぜ武田薬品がその輸入を持ったんだったかいうと、ビタミン C を作った武田薬品を抑えるためだ。ビタミン C を抑えたらコロナは相当減るんだ。それを武田薬品に言うなと言って、お前のとこはその代わりファイザーの免疫療法の薬をお前のとこで仕入れさせたので、それ黙っとれと。そういうわけですね。そういうことは YouTube で抑えなかった。 YouTube で言いますよ、僕今。武田薬品が何でしたっけが、あれ一番大元ね。大元免疫療法のね、免疫ファイザーとかああいうのが入ってるね。で、だけどビタミン C を使うと相当コロナの予防になるの。それを言わないの。政府から抑えられとる。政府からね。医学会から。ビタミン C が大事なんですね、要は。そう大事だ。ビタミン C が。でビタミン C 飲んだったら僕風邪も全然ひかない。そこにありますよ。ビタミン C はどうやって取ったらいいんですか、現代で。なんでサプリメント今。サプリ。足らん時はサプリにして、で食品だったらオレンジジュース飲むとか、そういうこと。なるほど。そういうわけですね。あれですね。結局本当の健康のね、ことを YouTube で教えてあげてください。本当のことね。ビタミン C をね取れば、結局食品としてビタミン C 取ると思うと少ないわけですか、日本の食事では肉ばっか食ったりね、そういうなるでしょう、今、野菜不足じゃないですか、そうするとビタミン C が不足するから、人間の体はどうしても病気になりがちな、だから毎日ね、ビタミン C 取られてるね、で青汁ジュースも売ってるけど、高いよね、結構、高いです、大きいやつは400いくらだから、高いです、牛乳より高いよね。だからみんな買いづらいわね、バカバカ売れない、やっぱりみんな買わない、牛乳は100いくらか200万で買えるもんね、でもホームレスさん、最近、野菜ジュース流行ってますね、皆さん飲んでますね、野菜ジュース。まあね、だけど、容器はくれもね、毎日飲まない、毎日容器飲まない、野菜は。朝原も飲んでました、1リットル。本当、ビタミン C も入ってるんだけど、野菜の。あとホームレスさんって暇な時何してるのかっていう話題なんですけど、僕はこういうリサイクル、今缶なら缶潰して缶を売りに行くとか、これからこういう本を拾ってきたら本も売る、こういう本もあるんですよ。どんな本ですか？タイトル見せてもらっていいですか？どんなタイトルですか？はい。核三時代に日本が生き延びる道、独自の核抑止力の必要性、元陸将補矢野義明、核は最も安く確実な抑止力、防衛機器買うより安いということを言いたいの、言いたいですね、こいつは。だから包丁に包丁を持てってこと、それに対してこれも決められた昭和の実践、戦争の本当の真実。なんて読むんですかこれ？なんて読むんですかこれ？不正められた真実。不正はダメだってことですね。不正。伝えられとることより全然違ってるよってこと。戦争のことが。ガナルでは大量の人が死んだ言うけど。ここに本読んでみるとね、日本軍が4万人を送り込んで2万人を撤退させたという、戦艦持ってって、だってそういうことを全部やられてないよってこと言う、ガナル、そういうことも言ってる。でガナルの、いいですか、現地の人は日本軍はよくしてくれたと言って、アメリカはよくしてくれなかったけど日本軍はよくしてくれたということを喜んでるよって。そういうことだ。社長は戦争は反対ですか、賛成ですか？戦争は反対ですよ。もちろん反対。核も反対ですよ。これは僕勝手なこの人が言うだけ。包丁持っちゃ戦争になっちゃう。止まるだろうってそんなわけない。包丁同士で戦争することがあるんだよ。昔は刀としてやったんだからね。だからこの人の言うことはちょっと頭がちょっとダメだよ。そうです。社長、ティッシュないですか？ティッシュありますよ。あります。ちょっと鼻かみたいんですけど、いいですか？鼻かみたい。鼻紙欲しいです。拾ってきちゃう。あります。助かります。一応何でもあります。あります。すみません。助かります。ますよ。ありがとうございます。これ公衆トイレからパクってきたやつですか？いや、ここにね、ホームレスのために配りに来る。あ、そうなんですね。ボランティアが持ってくる。あ、公衆トイレからそんなことはしないです。今それできないですもん。機械がこう、あ、そうなんです。あれになってますから。マクドってから出すことはできる。そんな一つなりはできません。もうそういうシステムだった。なるほど。昔はようあれだね、ロールにただはめたっただけだように住んでたやつ。今は違う。違う。ケースの中入ってる。ああ。で出るだけだ。盗まれない。すごいよものが。いつ売りに行くんですか、それ。簡単に言っとくけど、もっと本当の真実をね、真実を知ってほしい。はい。警察もね、これ仕事してるようだけど、してないです。中署が一番ダメ。小さい事件なんかね、調書書いてね、本当に調べても来れへん。捕まえても来れへん。はあ。社長、これいつこのホームレスを卒業する予定なんですか。いつ？いや、これは卒業じゃない。はい。これから店を変えて勝負する。勝負？商売する。商売する。リサイクルだもん、これは。リサイクル。これ、野店でやっとるけど、これを今度倉庫借りてやるわけ。いつですか？あ、もう、あと1、2年前くらいだね。いや、これから未来の話してるんですけど。だから、1、2年で。1、2年で、店を持つってことですか？持つです。そして倉庫借りて、何でも僕はリサイクル。はい。金なんですよ。逆にみんな知りません。ここから逆転ですね。人生一発逆転ですね。これから。そうです。そうです。すごいわ。あのね、この世の中なんていうのそうだ。あれですね。本当のことと、あれ表に出ていることと、本当のことが全く逆のことがある。だから裁判所でもね。弁護士でもね、要は裁判して弁護士しとるけど、あの人たちは、ああ、倒れてきたんですね、社長。倒していてください、危ない。いいんですか、これ。あの人たちは、そのまま事件がないと、振っていけないよ。ね。もっと悪い世の中の方がいいってことなの。ね。何のためにあるの？だから、全然反対ないですよ、事件。警察も事件がないと困るんですよ。人員減らされるもん。だからわざとあれですから、この人たちは事件の本当に起きることを抑制やってない場合、病気もそう、今も言ったように、コロナの病気をビタミン C でだいぶ予防できるけど、しない、報道しない、そうなんですね。NHK にはちゃんとビタミン C の効果が出てるんですよ、そういう映像があるんですよ、それを出さない。免疫細胞がね、ビタミン C 飲むとね、バーッと体が動くんですよ。で、コロナ入ってきた時やっつけちゃう。だけど、それを映像だから闇ですね。表って僕たちはでも何することもできないですね、でもね。YouTube で本当のことを教えてあげて。これが真実です。皆さんいいですか？悪い大人たちの陰謀ですね。まあみんな営利主義だもんね。世の中金ですね。金の力ですね。負けたくないですね。金は持ってないけどそんなに。金持ちにならなきゃダメってことですね、じゃあ。いや、金持ちになるためには一つのあれだ。アイディア特許。アイディア特許。あ、これだけ映しといてください。はい。いいですか？いいですか、皆さん。まあみんな大事なこと喋ります今が。みんな信用するかどうか知らんけど、トヨタのハイブリッドのエンジンは僕が考えたんです。本当だよ。信用するかせんかは人の自由だね。本当に？そうですよ。今その辺で走ってるプリウスとか、そうです。アクアとか、そうです。走ってるのはこの人のおかげってこと？私が考えた。ハイブリッド、ハイブリッドの仕組みを考えたんですか。そうです。え、元トヨタ勤務なんですか。いや違います。トヨタの子会社、中央研究所に仕事に行っとった。中央研究所、内装工事ですよね。